こんにちは、マスマンでーす。じゃあ、チャンピオンズカップ見ていきたいと思います。これから見ます。ちょっとね、寝坊しまして、もう、日曜日の11時ですね。よいしょ。さてさて、じゃあ、見ていきますね。インティは果たしていつものインティの走りができたんでしょうかってとこが、ここが心配ね。常識にかかってくれりゃぶっ飛ぶまではないんですよね。スタートしました。スタートを決めました。インティ決めたね。よし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 、そのまま行きます。そしてすっと5番のクリストメリル、川田優雅騎士も行きますが、外から14番のタイムフライヤーを下げた、もう馬群の中で揉まれる覚悟ですね。その後3番手5番のクリストメリル、あーでも1頭外からこすってきたね。なんだかかってるな。11番のゴールドドリーム先行体制を取りました。これらの後ろに6番のオメガパフィームつけて、よし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 、出た学習逃げました。よかった。今回これが心配だった。インの3番手に5番のクリストメリルで向こう上目、あクリスト結構前ですね。アラマいい位置だわ。前から5投目、そのうちに3番チューアミザードつけて向こう上面中間、9番サトノ、おーでもサトノどうかな。この馬群の中6番のオメガパフィーム、割といい位置な気がするけど、その後ろ外目に8番ウェスタールンド、内は1番タイムフライヤー、2馬身がいて10番ミスマ、16番ベンジェンス、あと2馬身がいて7番ワンダーリーデル。いや本当このレースメンバーごっついっすよね。これ本当面白い。このレースは3コーナーカーブを回っていきました。800はすでに切っています。先頭は4番のインティ、リードが体半分600を切りました。差を詰めて14番帝王エナジー、さらに外から10番のゴールドドリームさんと広がっています。あららららら縮まってきちゃったね。その外は11番のゴールドドリーム第4コーナーから直線、さらに外は13番のワイドファラオ400を切って直線。さあクリソはいいんだね。4番インティ竹豊1馬身半リード、空いた内から5番のクリソベリル2番手から追っていますが、外から11番のゴールドドリーム200を切りました。その後は3番チューアミザード、8番ウェスタールンド追っています。あーゴールドか。4番インティ間5番クリソ、おークリソだ、ゴールドドリーム、おークリソベリルだ、ゴールイン、クリソベリル。うわー頑張った、すげー。その後かわされ、いやーすーげー、おわーすげーね。チューアミザード4着でした。いやーすげー、わーすごいなー。ああすごいすごい競馬でしたね。すごい我慢させて真ん中から出てきましたね。 あインティ3着、あでもインティからにして3連複だからね僕ね。一応これ当たってるは当たってるよ。でゴールドドリーム切っちゃってるけど、あ違う違う当たってないよ、ゴールドドリームが入ってなきゃいけないんだよ。そうか、あのいつものワイド馬券なら当たっとったけどダメだね、ゴールドドリームかけちゃったもんね。でもゴールドドリーム一番人気だったんだね。中和ウィザードやっぱりいつも通り来て、あオメガパフューム6着か、ちょっと頑張れなかったな今回な。あ里のチターン頑張れなかったな、残念だな。あそうか、ウェスタールンドとか、あでもタイムフライヤーは8着に入ったので、これはちょっと来年以降少し見通し通りましたね。これずるずる爆負けじゃないですもんね。あの G1 で8着はこの馬やっぱり芝よりもダート競馬良さそうですね。うん、いやーでもクリソベリル、あー強かったな、すごい競馬だったな。なんだろうな、全周パトロールとか見ちゃう。全周パトロール僕大好きですよ。これすごくいいサービス、すごいよく見える。音が消そうかな。2番手3番手のインで進めましたね川田騎手。今まであそこまで馬群の中で、まあ、前の馬のねキックバックの砂をねかぶり続けながらっていう競馬ってこれが初めてだったんじゃないかなと思うんですよね。スタートしてインティーの真後ろつけたのか、でインコースイン取りたかったんですね。で豊騎手が
で2番手がサクセスエナジー、帝王エナジーか。うん、はい、あ、音はやっぱ入れた方がいいか。5番ロンドンタウン、4番手11番ゴールドドリーム、前から5投目、そのうちに3番チューアミザードつけて中間、9番サトノキターン、外からは13番マイドファラオ中段、この馬群の中6番のオーディオをつけています。インティの真後ろですもんね、クリソベイジのね。この位置にタイムフライヤーかなと思ったんですけどね、タイムフライヤーもう2列後ろに下げましたね、マーフィー騎手ね。2番のモズアトラクションです。3コーナーカーブを回っていきました。800は接近しています。4番のインティリードが体半分600を切りました。差を詰めて14番帝王エナジー、さらに外から15番のロンドンタウン3頭、これやっぱり川田騎手経済コース回りましたね。ね、前走の日本テレビ杯みたいな、ああいうコースロスでもいいから外出して砂かぶりたくないみたいな、そんな状態で勝てるレース、そんなメンツじゃないですもんね。あ、でもほらね、やっぱ竹田学士ね、インは絶対開けないから、インティの真横から来ましたよね。でここから僕は本当はあのタイムフライヤー来るんじゃないかなと思ったんですけども、でもそこクリソベリルしっかり狙いましたね。ここ直線、竹騎手うちは開けねえと、でバチッと締めて絶対開けん。でここででも1投分開いたっちゅうか、無理やりもう入れた感じですね、川田騎手がね。ゴールドドリームとインティの真ん中ですもんね。あー、でもこれはすごい価値のある勝ちだし、インティとゴールドドリームっていう歴戦のね、 G1 馬のその真ん中から3歳馬抜けてきて6戦6勝ってかっこいいっすね。かっこいい馬が出ましたね、本当にかっこいい。でこれがさ、これゴールドアリュールの子か、まあいいや。でエルコンドルパサーですね、母父がね、あのマリアライトの弟なんですよね。そうっすか。でゴールドアリュールってでもどうなんですかね、これ来年のドバイとかいう話にはなるんですかね。なかなか日本のダートで活躍する馬はドバイとかね厳しいですけども、インティーチューアミザード、はい、いや、あのキングズガードが13番人気ながら5着に来てるのがすごいっすね。15-15-15-15の通過順位で、そうっすか。あと僕が予想した馬を1頭ずつちょっとだけ言ってくか。オメガパフュームはちょっと残念だったっすね。正直どの辺りに走ってたかも今ちょっと見えなかったな。タイムフライヤー8着、これはよく頑張った。ウエスタールンドよりも前に来たっていうのは頑張りました。ロンドンタウンよりも前だね。あとワンダーリーデルよりも前だね。この辺は頑張りましたね。でワイドファラオはまあそうっすね、サンサイバーヘンリー・ヒューズの子ですけども、ちょっといやでもこの馬もまだ楽しみですよね。サドノティターン15着か、お、めっちゃプッシュしたけどね。あ、でもファンもやっぱりこの馬少しね、期待してたみたいですね。7番人気まで上げてましたもんね、16頭立ての7番人気だから、やっぱりファンもちょっと期待してたところはあるみたいですね。あーっていうことで、ちなみに、はあ、そうっすね、あ、10分いかないとさ、10分いかないと自分で広告の位置決められないんですよ。っていうのでね、僕は10分以下の動画は作りたくないんですよね。これ作ってるクリエイター側の、クリエイター側の事情なんですけど、もうちょっとなんか喋るか。あ、じゃあ、アーモンドアイがね、香港を取り消してしまいましたね。まあ、熱発っていうことで、まあ勇気のいる決断ですよね。まだその現地に渡航する直前前だったっていうところで、現地に行ってたらちょっとでしたけども、現地に行く前だったっていうことで、僕は正直有馬記念出走してくると思ってます。有馬記念は2500ですけども、中山のね
右回しコーナー6回ですから、アエロリットも、ね、引退レースで来るって言ってますし、あと、ね、矢作調教師、あのアーモンドアイとやりたいって言ってますもんね、あのリスグラシュだ、リスグラとアエロリットとアーモンドアイ、この3頭、本当はそこにねディアドラ入ったら最高ですけど、まあ、ディアドラはねちょっと今回は出ないですかね。来年のサウジアラビアのね、足なんか賞金が 10億円かなんかのダートの1008行くとか年頭とかってニュースですけど、それと比べてもね、ほらね、やっぱジャパンカップって全然魅力ないってことなんですよね。あのディアドラ、まあ JC はちょっとね、まあ、あの日程的にあれだったかもしれないけども、まあ芝の 2400m の府中なんて使わねえよって話なんですよね。でもサウジのダートの1008のレースっていうのは、まあ、賞金10億円っていうのは魅力ですけど、それでもあのドバイの前哨戦みたいな位置づけをしている陣営もあるみたいで、他でもね世界でももう何頭もね、あのレース出走証明、あの表明している馬がいて、あのなんていうかジャパンカップは絶対にあれはちょっと執行時期なり距離なりを考えないと、今年みたいな招待馬ゼロなんて来年も再来年も同じこと起きる可能性ありますからね。まあそれはさておき、アーモンドアイ有馬記念来てほしくないですか。でリスグラとアイロリットと、うん、でできればねカレンブーケドール来てほしい。でラブズもさ、まだ流動的みたいだけど結構頑張ってる、その3歳の牝馬とやっぱコバのスーパーな牝馬たちが集まるっていうのは結構楽しみですよね。で、さらに回避した馬っていうと、ワグネリアンは行かないのか。でもシュバルは行くんですよね、引退レースでね。で、スワブリチャードは引き続きマーフィー騎手で行くと。これもかっこいいよね。ジャパンカップ、まあ僕は興味なかったけど、あの走りは素晴らしい走りだったから、有馬記念ももちろん人気すると思うし、やっぱりああいう人気、あの実力馬がね出てきてくれるっていうのは嬉しいじゃないですか。ほんでなんだろうな、レイデオロかレイデオロはね、僕の友人がねちょっともう馬体がピーク過ぎてるんじゃないかなっていうことをちょっと言ってましたね、電話で。馬体ちょっと縮んでる感じがすると。で去年の天皇賞秋勝った時のレイデオロの馬体と比べたら明らかに、落ちてるってことを言ってました、エージェントの K 君が。なんで藤沢調教師およびねジョッキーは、あの馬場がっていうコメントでしたが、馬場が合わなかったからって理由で短期放牧には僕は出さんと思うんですよね。いやまあレース使った後は必ず民間に出すっていう、まあそういう意味じゃなくて、まあ、ちょっと立て直し、緊急立て直しみたいな意味合いだから、だからこそ報道されたんだと思うんですよね。あのいつも通りのローテーションの放牧だったら多分それをニュースにはしないんですよ、メディアは。あれがメディアでそのニュースになるってことは、やっぱ緊急性のある状態だと思う、結構イマージェンシー。で僕は出てこない気がするんですよね。なんでかっていうと、陣営的にはもう守護馬にするっていう、そのね、来年のそのね、種付けのこと考えてるわけじゃないですか。オールカマーからこっち、パンパンパンって秋3連発ね、無様な負け方をしてスタートインっていうのは、これは、正直言ってスタートインの仕方としては最悪じゃないですか。みんなね、ラスト、最後のね、あの、秋はもう、全然、馬が、あの、ピーク過ぎてて、もう、惨敗に次ぐ惨敗で引退したっていう、そういう風な記憶が残っちゃうと、そりゃ、なかなかちょっとね、質の高い牝馬も集めづらいっすよね。アエロリットっていうね、確実にペース作る二流馬がいてって、今年の有馬記念は結構面白くなりそうっすね、ほんと。で、あのメロディーレーンも出てきますしね、あの320キロのね、あの小さい体だけどもものすごい能力を秘めていらっしゃるメロディーレーンも出てくるし、そもそも誰が乗るんだって議論がすごくてね、藤田七子騎手が合うんじゃないでしょうかって僕がツイッターで言ったら、そのなんかね、
この動画をいつも見てくださってる方でね、メロディーレーンの大ファンの方がいらっしゃって、もうほとんど講演会会長みたいな方がいらっしゃるんですけど、いやー藤田奈々子騎手はどうですかね、小さすぎて馬込みにも入れないし、なかなかちょっと藤田奈々子騎手じゃないんじゃないでしょうかっていう感じで、じゃあ どなたなんかいいですかねっつって、なかなかね、こう決まんないんですよね。武豊騎手が乗るとリアル巻き馬王になるしね。まあ豊騎手はワールドプレミアがあるから、あーなんかこうライアムーア騎手とかね、スミオン騎手みたいな、ちょっとこうなんていうのかな、強引にでも馬を動かしていくっていうタイプのジョッキーよりは、当たりの柔らかいタイプのジョッキーの方がね、あのそれこそ武幸四郎騎手とかさ、もう引退したけどさ、佐藤哲道騎手とかさ、引退したけどさ、僕はね C 騎手合うと思うんですよね。あの馬とのやっぱりそのね、ベテランでね、合うと思った C 騎手が合う気がするんだけどな。どうですかね、ロジャーバローズの、あ、ロジャーバローズじゃないや、メルディーレーンのね講演会会長変わるどうか分かんないけど、あのメルディーレーンね、ほんとジョッキー誰なんだっていう議論が本当あって、まだ発表されてないですよね。でそこは本当楽しみですよね。あのまあだから酒井隆盛騎手とか、そういう若手のジョッキーいいんじゃないかって声がちょっとあんのか、まあ、それも面白そうだけど、僕は C 騎手がいいと思うな。C 騎手だったらウォッカとかね、そういう馬あの乗ってるし、ロジャーバローズもなんか武豊 TV で浜中騎手が言ってたけど、もともと C 騎手だったそうですよ。で騎乗停止になっちゃって浜中騎手に回ってきて、そのままダービーも浜中騎手で行って勝っちゃったみたいな。やっぱり C 騎手はやっぱりね、あの競馬関係者のやっぱ信頼もまだまだ厚い大ベテラン、さてさてっていうとこですね。C 騎手よりも上手い騎手ってのはなかなか難しいらしいですよ。それぐらいテクニシャン、テクニックで言ったら、競馬学校卒業生の中でこの人より上手い人っているっていうレベルで、 C 騎手ってのはね、もともと在学中からもう超上手くて、もっと言うと、もう競馬学校入る前からポニーとかめっちゃ乗ってたらしいですよ。だからもう、なんていうかな、やっぱりライディングの多分そのなんだ、バックグラウンドが子供の時からあるから、そういうジョッキーなんですよね。結構なんか外国人の騎手みたいですよね。子供の頃から馬乗ってましたっていうの人ばっかじゃないですか、外国人ジョッキーって。 C 騎手は結構その口らしいです。なんで、まあうまいっていう話でね、実際まあうまいじゃないですか、ね、まあそうですよね。はい、ということで、すいません、最後ちょっとそれましたが、チャンピオンズカップの、まあ、馬券は外れましたしけども、クリソを僕2番手にしたのか、インティを1番手にして、クリソを2番手にして、馬券は外れましたが、すっげーいい競馬を見せてもらえて、とても感動してますね。本当にいい競馬だった。クリソベリル、インティとゴールドドリームのこの2頭の間から抜けてくるって、これはなかなかかっこいい競馬だったと思いませんか。はい、ということで、以上になります。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。